はい、グッディバルーンカンパニーの岡根さんです。よろしくお願いします。今日はこれからバルーンを始める方に向けて、発信していきたいと思います。まずじゃあどうしたらいいかっていうことなんですけども、まずバルーンで何か作るためにはポンプがいると思います。うちは4種類用意しています。でこれは一番安いポンプで420円で買えます。でこのゴムとアイアイカッターをつけているんですけど、この3点セットで600円で買うことができて、これはね、あのバルーン上手くなってくるとつないでったりするんで、切るんですよね、パチンって。その時にハサミを使うととても危ないので、僕は昔使ってたんですけど指切ったことがあったんで、今はペーパーカッターで一番、これが今のところ使いやすいです。僕の中では20年ぐらいやってるんですけど、これポンプとで、うちで、売っているんですけど、細長い風船ですよね。で結構いろんな色をねセレクションして入れてあるので、結構喜んでもらえる色が多いと思います。これから単色入りもやっていきますから、選んでもいいですよね、そのゴム風船。それからあとね、こうワンちゃんとか作った時になんか描くじゃないですか、顔とかで。じゃあどのマジックがいいんかなって僕もずっと探してきたんですよ、最初の頃は。で、ね、今のところたどり着いたのはマッキーです。マッキーが一番ノリが良くて、これがとても使いやすいのでいいかなと思います。あとね、こういう形のこういうなんかマジックも売ってるんですよ。でいろいろ試してます、今も。ですごくバルにノリがいいものがたまにあるので、僕はこれとこれとマッキー使ってるんですけど、とてもね安くて買えますから、バルーンで何か絵を描きたいな、顔を描きたいな、子供たちに一緒にやった時に、保育園の先生とかお子さんとかね、作る時に色つけたら可愛いかなって思う時には、いろんな色のバルーンのこのマジックをね、油性のね、もちろん油性なんですけど、使われるといいと思います。で僕が初めての頃に使ってたのがこの巾着ですよね。巾着に風船をこうなんかガサッと入れて、でポンプも中に入れて、マジックも入れて、常に持ち歩いてました。常に持ち歩いて、子供がいたらプレゼントしていました。で自分でも練習にもなるし、もう本当約20年ぐらい前なんですけど、新婚旅行で森地区行った時も作ったし、旅行に行ったりする時も、出張に行く時も、病院に勤めてたんですけど、病院でもねやっぱり作ってあげてたりしましたね。とても1本でもねすぐできるようになるし、喜ばれます。これはあのうちのデザイナーのちなみんっていう子が描いてくれてます。私のかみさんなんですけど、元イラストレーターで、こういう巾着にね、あの布にかけるクレヨンかな、これで描くとねまた可愛いですよね。でお子さんに描いてもらったりとかしてもいいかなと思います。今日は、まず最初に用意していただきたいものを紹介しました。ポンプと、カッターもあった方がいいと思います。カッター、油性のマジック、おすすめはマッキーこっち向き、こっちかな、マッキーと、あとは入れ物、風船の酸化してしまうから空気がなかなか入らない方がいいと思います。いいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん一緒にバルーンを始めましょう。それではまた会いましょう。カネさんでした。